ララミー牧場は1959年から1963年にかけてアメリカの NBC で放送されたテレビ映画の西部劇。60年代前半のテレビ西部劇の黄金期にローハイドと並んで最も視聴率が高かった番組であった。主演はジョン・スミスとロバート・フラー。米国で南北戦争が終焉を迎えた1860年代後半。 ワイオミング州ララミー市の郊外にあるシャーマン牧場は父親をならず者に殺されたスリム、シャーマンとアンディ・シャーマンの兄弟が経営して牧場を残すための資金稼ぎに駅馬車中継所を営みながら暮らしていた。そこへある日、ジェス・ハーパーと名乗る一匹狼のガンマンが流れ着き、牧場を襲ったギャングを見事なガン裁きで倒したことから牧場の一員として受け入れられることになる。 彼も、また、自分の父を殺され放浪の旅に出た、孤独な男であった。そしてこの三人と父親と親しかったウィリーの四人が、牧場を守りながら、大陸横断郵便の要である、駅馬車中継所を柱に、雄大な西部を背景として、そこで起こる様々な事件や出来事に立ち向かっていく物語である。一話完結方式で、全話、第一第二シーズンは、 白黒番組であったが、第3シーズンにより、カラー番組となった。日本では、1960年6月30日から1963年7月18日まで、毎週木曜日夜8時から、ネットテレビ系で放送された。この放送の中には、ロバートフラーの来日時のスタジオでの特別番組や、ロバートフラーの父母を交えての、ララミー牧場大会のイベントも含まれていた。 1> 第1シーズンは弟アンディとウィリージニヤを入れて4人がレギュラーであったが、第2シーズンはアンディが東部の大学に入ることで出演がなく、ウィリーも降板してスリムとジェスの2人となり、第3シーズンから孤児のマイク少年とデイジー、おばさんが加わり、第4シーズンもそのまま4人のレギュラー出演であった。そして1963年7月の最終回では、 124話の初回でジェスがララミー牧場にやってきた最初のエピソードを放送して放送終了となった。ロバート・フラー日本では爆発的な人気を得たので実質的な主人公だとする見方もあるがタイトルの後の字幕ではジョン・スミスの次になっており主演ではあるが主人公は二人である。ABC テレビ朝日写真ファミリー市長の十五年全国朝日 放送、1984年、366ページ。h t t p g w j m d n e j p m e d i a a s p シャ a r p c o イコール i033&、パスイコールブジー46ミド三4 6ア3 7リンクコードイコール cl00095448&、トラックイコール15、佐藤雄一、我が市淀川長次との50年より、 1961年7月12日付、中日スポーツ5面、ララミー牧場のいざ講座1961年4月4日付、中部日本新聞長官5面、シャープ広告イコール、シャープ西部劇場、ララミー牧場の放送開始告知を兼ねた、タイアップ広告1962年3月23日付、毎日新聞中部本社版、夕刊8面、 シャープニュービスタ TV 広告イコール左横に、提供テレビ番組案内、シャープ映画劇場、ララミー牧場の狂気あり。ありがとうございます。